トークンって何かわかりますか？特にね、仮想通貨の世界でいうトークンです。最近私が興味を持っているポルカファンタジーっていうゲームでも XP トークンというものが出てきます。XP トークンっていうものが仮想通貨になっていて、ゲームをするとこれがもらえて稼げるよっていう感じみたいです。言葉だけ見たらね、仮想通貨、トークンイコール仮想通貨、分かるような、なんかは分からないような、なんかふわふわしてるような。ってことで、ちょっと詳しく仮想通貨とかトークンをね、理解しようっていうことで、今日はね、動画作っていきたいと思います。実際に仮想通貨を買ってみて、ちょっと思ったのはね、なんかいっぱいいろんなとこで換金して、ちょっと意味がわからんと思ったので、学んでいこうと思いました。詐欺のね、対象になりやすい、仮想通貨ですので、あんまりね、よくわからないなって人はね、一緒に学んでいきましょう。ちなみに私は2021年10月から仮想通貨に興味を持ち始めた、もうほんと超新参者です。とりあえずお金をぶち込んでいろいろ試していくので、先輩方はアドバイスよろしくお願いします。先に今日の結論を言っておくと、ビットコインのネットワーク、ブロックチェーンだね、でイーサリアムのネットワークのように、仮想通貨の種類によってネットワークが分かれていますと。なんか住む世界が違うって感じかな。で XP トークンも、独自のネットワーク、ブロックチェーンを持っているのかっていうと、そういうわけではなくて、 XP トークンっていうのはイーサリアムのネットワーク上に存在しているそうです。イソーロみたいな感じかな。こんなのもう知ってるよって人は、私の解説が合っているか見てもらえるとありがたいです。ポルカファンタジーに興味を持った人が、一歩踏み出しやすいようにね、助けてもらえるとありがたいかな。紹介はするんだけど、ゲームを無理に進めるつもりはありません。私がね、興味を持って、その時に困ったところっていうのをまとめていこうと思っています。この知識が誰かの役に立てばいいかなと思います。で、できるだけね、専門的な言葉は使わずに簡単に言い換えてるつもりです。なんとなく分かったらいいね、分からんならバッと、理解が違うこうだならコメントを書いていただけるとありがたいです。ではやっていきましょう。まずね、質問から。ビットコイン、ビットコイン、BTC、 これ全部ビットコインの関係の単語です。ビットコインはご存知かと思うんですが、仮想通貨ってやつはたくさんあって、いろんな種類があってね、ビットコインはその一つであり、仮想通貨の始まりでもあります。このビットコインができたから、世界が変わったよと。もうほんと冗談抜きで世界が変わったと。ビットコインを知ってるよって人はね、これらの違い分かりますか？特にね、1と2は最初の文字が大文字か小文字かの違いです。ちなみに私は全く分かっていませんでした。ビットコインってカタカナで覚えてるからね、その違いを意識することすらありませんでした。正解は1番、概念、ネットワーク全体を指す単語。2番、通貨単位。3番、ビットコインのシンボル。こういった感じに分かれています。 BTC もビットコインと読む人もいるそうです。もうカタカナだと概念も仮想通貨も全てビットコイン、ちょっとややこしいですよね。1億円ビットコインもらったを、英語で言うなら1億ビットコインズもらったです。ビットコインの最後のんに S がついてビットコインズになってますね。ドルをダラーズっていうのと同じような。で、この1の概念とかネットワークは、ブロックチェーンを含む仕組みのことだそうです。このね、ブロックチェーンってものがとってもややこしくて理解しにくい。ブロックがどうの、チェーンがどうの、ハッシュ関数が、ナンス値が、もうね、学ぼうとした時にややこしいってスマホ投げた人、私だけではないはずです。そんな時はね、私はとりあえずやってみようっていうことで行動しちゃいます。失敗前提で突っ込んで学びます。ってことで、実際にね、仮想通貨を購入、トークンに変更してみました。そしてこのブロックチェーンの知識っていうのはね、実際全然役に立ちませんでした。知識なんてそんなもんですね。必要だったのは、各仮想通貨によってネットワーク、ブロックチェーンが違うよと。で、違うブロックチェーンには送金ができないよと。で、トークンっていうのは同じブロックチェーン上に存在する別のトークンで
交換可能な場合があるよと、まあこれぐらいかなと。あとはまあちょっとした細かく知識は必要だったんだけど、まあちょっとそこは置いといて、今回のね仮想通貨トークンを理解しようと思ったら、まあこれぐらいかなっていう感じです。私が最初に購入した仮想通貨はイーサっていうものです。イーサリアムっていうねネットワークの仮想通貨を購入しました。それをポルカファンタジーの仮想通貨である XP トークンに交換しました。これが私の初めての仮想通貨の体験です。今話したイーサリアムですが、たくさんあるね仮想通貨の中の一つです。2000種類以上あるよって書いてあるサイトもありました。これらもビットコインと同様、ネットワークと通貨単位で名前が違います。イーサリアムっていうのが概念、ネットワーク全体を指す単語、イーサが通貨単位で、 ETH って書いたのがシンボルになりますね。言葉だけだとねちょっと想像しにくいと思うので、ブロックチェーンっていうものをドラえもんの4次元ポケットに例えてみます。なんだかよくわからないけど未来から来た異空間っていう感じで覚えてもらおうかなと思います。4次元ポケットの中の異空間がビットコインっていう名前になっています。メインのポケットがあって、そこに何か物を入れる、まあドラ焼きを入れたとしよう。そしたらねスペアポケットからそのドラ焼きを取り出せちゃうという、そんな不思議空間です。そしてこのビットコインって名前のついた空間で使用できる仮想通貨はBTC だけになります。ここにねイーサを無理やり入れたらどうなるかっていうと、溶けてなくなっちゃうよという感じのイメージを持ってください。一つのブロックチェーンに対して一つの仮想通貨が入ってるよっていうイメージをねまず持ってください。このドラえもんの4次元ポケットにはスペアポケットっていうものがありますね。このスペアポケットっていうのがものすごいたくさんあって、仮想通貨が欲しいって人にどん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 配ります。各ポケットにはウォレット、まあお財布だねがついていて、それぞれウォレットアドレス、わかんないよね、まあ単純に住所です。銀行口座でいう口座番号ですね。お財布に識別番号がついていて、まあこれがどこのお財布だよっていうのはわかるようになっています。例えばね、私がのび太くんに BTC ビットコインの仮想通貨をあげたいとします。私ものび太くんもドラえもんのスペアポケットを持っていて、私はのび太くんのスペアポケットのウォレットアドレス、口座番号だね、口座番号を知っています。のび太くんに 1BTC あげるって振込用紙に書いてスペアポケットに投げ入れます。振込用紙にはのび太くんのウォレットアドレス、口座番号も一緒に記載します。あとはね、22世紀のなんかすごいウルトラ技術が二重取引ないか間違いないかみたいなのを確認して、問題なければ処理してくれると。で、処理が終われば私のスペアポケットのウォレット、お財布から 1BTC が引かれて、のび太くんのウォレットに 1BTC が足されます。この処理のことをトランザクションって言うんですけど、まあ言葉の定義とかはねそのうち慣れてくると覚えると思うので、まあまずは置いときましょう。こういう感じで直接素早く相手に送金が可能です。これが仮想通貨のメリットになります。今まで、まあ例えばね、私がアジアの恵まれない子に何か寄付をしようと思って、その子宛ての銀行に銀行振込でお金を振り込んだ場合、日本の銀行、まあその海外の銀行で、その子の近くの、地域の銀行と、まあいくつかの銀行をね経由する必要があります。その銀行を経由するたびに手数料が取られて、その子の手元に届く頃には、まあ、半額以下とかねなってるかもしれません。また中にはね、銀行員が、まあ、ちょっと悪い人がいて着服しちゃってる、でも送った私はなかなかそれがね銀行をまたぐせいで気づかないとか、もしかしたら全くその子には届かないなんていう可能性もあると。そして、まあ、基本的に営業中しか稼働してくれませんので、その子の手元に届く頃には、まあ、何日ぐらい経ってるかはわからないと。これらを解決してくれるのがこの仮想通貨です。相手に直接送金できて人の手が入らないので、詐欺の心配がなく、まあ少なくかな、ないことはない。インターネットがあれば誰でもさっきのウォレット、
まあ、口座をね手にすることができると。まあこれがなんとなくのブロックチェーンのイメージです。難しいところはね全部省いてしまいました。もう少し詳しく知りたいって方はね、入門だったら私はオーディブルの新しい経済っていうシリーズがおすすめです。耳で聞くだけでわかるように例え話を入れてすごいわかりやすく説明してくれています。世界が変わったっていうワクワクがねすごい伝わるようになっています。概要欄に載せておくのでよかったら聞いてみてください。すいません、話を戻します。先ほどののび太くんにあげたのは BTC、ビットコインでした。今度はイーサをあげたいと思います。冒頭でも書いたようにビットコインっていうネットワークとイーサリアムっていうネットワークは別々です。住む世界が違います。ビットコインのブロックチェーンがドラえもんの4次元ポケットとするならば、イーサリアムのブロックチェーンはドラミちゃんの4次元ポケットです。ドラえもんの4次元ポケットとドラミちゃんの4次元ポケット、直接のつながりはありませんよね。ドラえもんの4次元ポケットにドラ焼きを入れました。ドラミちゃんが自分のポケットから引き抜いて食べちゃった、そんなことにはならないですよね。別世界です。こんな感じのイメージを持ってください。のび太くんにねイーサを届けたい場合、ドラミちゃんのスペアポケットを使用することになります。さっき BTC はドラえもんでした。 ETH イーサを届けたい場合はドラミちゃんのスペアポケットを使います。つまりね、私ものび太くんもドラえもんのスペアポケットも持ってるし、ドラミちゃんのスペアポケットも持っているという感じです。まあ、送り方は同じ。のび太くんに1イーサあげると振込用紙に書いてスペアポケットに投げ入れます。ただしね、この時注意しなければならないのは、ドラミちゃんのスペアポケットについているウォレットアドレス、まあ、住所、口座番号を書かないといけないということです。仮にね、のび太くんが持っているドラえもんのスペアポケットのウォレットアドレスを書いてしまうとどうなるんでしょうか。まあ多分ね、22世紀のあのウルトラ技術がね、こんなアドレスないよって処理を停止してくれるはずです。多分ね、多分ね。ただね、仮想通貨のペアによっては、今はビットコインとイーサリアムでした。それがね、なんか別の種類の組み合わせによっては、まあ、どっかの異空間に飲み込まれてしまって、その仮想通貨がなくなってしまうそうで、ビューバー怖いんで、まあ、やろうとも思いませんけどもね。こういった仮想通貨の消滅をセルフゴックスとかゴックスっていうそうです。このゴックスの話はね、ぜひ調べてください。事例も含めてたくさん動画があります。なんだったらね、私がしょっちゅう言ってる詐欺に気をつけろっていう話よりも、このセルフゴックスの方が可能性が高いんじゃないかと思います。もうほんと気をつけて、私もすごい気をつけてドキ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 しながらね、いつも仮想通貨の処理してます。もう一つね、例を挙げます。のび太くんがイーサが欲しい、でもお金がない、円がないから BTC で交換してよってね言ってきたとします。のび太くんですね、まあ、どうすればいいですかね。順番で言えば、のび太くんにドラえもんのスペアポケットから私が持っているドラえもんのスペアポケットに BTC を送ってもらいます。送ってもらったっていう確認ができたら、送金の確認ができたら、今度は私がドラミちゃんのスペアポケットからのび太くんが持っているドラミちゃんのスペアポケットに BTC と同じ価値のイーサを送る。これでできそうですよね。仮想通貨を別の仮想通貨に交換する。仮想通貨触ってるとね、まあ、こういうことがよく起きます。しなきゃいけないっていう事態が起こってきます。この時に仮想通貨と仮想通貨を直接交換している、まあ、BTC がボタン1個でイーサに切り替わるみたいなねことをしているっていうわけではなくて、交換してくれる、まあそういうサービスとか人が送った仮想通貨と
同じ価値の別の仮想通貨を送り返してくれる、こういう交換をやっています。円とドルを交換するのとまあ一緒ですね。自分一人で BTC とイーサをボタン一つで切り替えるみたいなことをやっているわけではないですよと。ここをねちょっと理解するのに私は時間がかかった。なんでボタン一つでイーサが何か別のものに変わるの、ねえ、わかんないなんでなんでっていうのはなってたんですけど、まあ結局ね中身を見てみると別の人と密かに交換していたっていう感じです。仮想通貨のネットワーク、まあ、ブロックチェーンの話は、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、なんとなく分かったでしょうか。まとめると仮想通貨ごとにネットワークというものが違うよと。でネットワークごとにウォレットっていうのが必要になる。まあお財布だね。で違うネットワークに違う仮想通貨は送れない。最悪消えてなくなるよと。なんとなく分かったでしょうか。ここからやっと XP トークンの話になります。まあトークンっていうもののお話だね。冒頭に書きました XP トークンはイーサリアムのブロックチェーン上に存在します。うん、よくわかんないよね。よくわかんないよね。このねイーサリアムってやつはビットコインにまあ他のねいろんな機能を持たせたブロックチェーンになります。うん、わからんだよね。イーサリアム、ドラミちゃんの4次元ポケットに例えましたよね。このねドラミちゃんの4次元ポケットの中っていうのはドラえもんの4次元ポケットとはちょっと変わっていて、中にねパソコンを入れることができるんです。このパソコンに命令を出して、まあ企業さんとか、まあ、何だったら個人とかでもトークンっていうものを作ることができます。このトークンがねいろんなことができるんですけども、その中の一つとして仮想通貨っていうものが作れますよと。でこれで作られたのがその XP トークンになります。ドラミちゃんの4次元ポケット内にあるので、 XP トークンはドラミちゃんのスペアポケットにあるウォレットに一緒に入れることができます。もともとドラミちゃん4次元ポケットはイーサリアムっていう名前で、それに使っていた仮想通貨はイーサでした。ドラミちゃんのスペアポケットにはもともとイーサを入れることができました。それプラス企業とかが独自で発行したトークン、今回で言うと XP トークンっていうのも一緒にウォレットに入れることができて、 XP トークンはイーサで買うことができますよという感じです。なんとなくわかったかな。ちょっとね大雑把にしてるところが多すぎてわかりづらいかもしれない。 XP トークンのね話っていうのをまあまあ言ったらここで終わりなんだけど、もう少しね具体例があった方がわかりやすいと思うので、次の動画は私がね XP トークンを買った時の実例で、まあ、もう少しね詳しく説明していきたいと思います。この動画にちょっと後ろに載せようかなと思ったんだけど、さすがにちょっと長すぎたんで今日はこれで終わりにしておきます。仮想通貨トークン、まあ、なんとなく分かったでしょうか。注意してほしいのは仮想通貨トークンでどこに所属していて、まあ、どこのブロックチェーンにいて、その先に送るときに誰に送ろうとしているのっていうのを気にしてほしいな。ここがね私が、最初に困ったところになったので、こういう動画を作ってみました。まあ面白ければいいね、もうちょっと足りないなっていうんだったらバット、何かねこういう風な解説もあるよっていうんだったらコメント欄いただければありがたいです。というわけでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またね。